たんだ。つぐみ、大げさだって。そんなことないよ、本当だよ。私はずっとみんなの背中を追いかけてきたからわかるよ。ランちゃんは、みんなは私の目標だから。目標？うん、私ずっと見てきたから。ランちゃんはいつもはクールだけど、ライブが始まると誰よりも熱くなる。その熱が伝わるからかな、会場もお客さんもどんどん熱くなって、どんどん一つになって。ランちゃんのそういうところ本当にかっこいいなって思ってるよ。だから私もランちゃんみたいになれるように頑張りたい。他のみんなもそれぞれすごいところいっぱい持ってるし、見習いたいことだらけだよ。だからこれからもみんなと一緒にバンドが続けられるの本当に本当に嬉しいんだ。うん、ランちゃんは今日また一歩先へ進んだけど、でも私も早く追いつくから。うん、みんなを追いかけてるだけじゃダメだよね。私もみんなと並んで一緒に走っていきたい。よし、頑張ろう。知ってたよね。私はつぐみのそういうとこ、誰よりも目標に向かって突っ走っていけるとこすごいって思う。それにつぐみのそういうところを見てると私も燃えてくるんだ。なんちゃん、私も負けてられない。明日からもいつも通り頑張っていこう。うん、一緒に頑張ろうね。